女性の耳元で囁く少女囁き声は声帯を振動させずに無声化した声である。国際音声学会が定めた5つの性質のうちの1つである。日本語では囁き声で話すことを声を潜めるとも表現し、その様をひそひそと形容する。囁き声の音量は一般に小さい。一般的な会話の音圧レベルは、 約 60dB であるのに対し囁ささき声は30から 40dB である。この特徴を利用して小さな音量で話す時に用いられる。図書館などの静寂が求められる場所や近くにいる第三者に聞こえてほしくない時などが典型的な例である。囁ささき声は通常発声に比べて少し不明瞭で聞き取りにくいとされるが、 これは、両者の音の周波数の構成が異なることと関係がある。聞き手が母音を識別するためには、使用フォルマントと呼ばれる500から 3000Hz の領域が重要である。通常発生では 7kHz のエネルギーは 600Hz のエネルギーより約 40DB 低いが、囁き声では低周波数帯と高周波数帯のエネルギー差が小さく、その日は 10DB にとどまる。 すなわち囁き声においては、使用フォルマントの割合が相対的に低下し、高周波数帯が相対的に存在感は増す。さらに、この特徴は電話での会話に特に大きく影響する。電話が伝達できる周波数帯はおおよそ300から3 0 0 0ルツの範囲であり、これ以上の高周波数はカットされるため、電話において囁き声の母音は、 なおさら不明瞭なものとなる。ささやき声では、死因の発音時間が長くなる。優声死因の場合は15%、無性死因の場合は5%の延長が見られる。ささやき声の周波数スペクトルは対応する通常、声と異なる。外形は一致するが、特定のフォルマントや、全体の傾向などが異なる。もともと声帯が関与しない、 無声音の方がささやき声火事の際が小さい。ささやき母音の周波数スペクトルは通常母音と比較して次のような特徴がある。声帯声紋が閉じつつも軟骨声紋の部分が開いて息が漏れるときに出る。声紋が不完全に閉鎖された状態と捉えることもできる。舌や唇などの超音器官の位置、動きは通常発声とほとんど変わらない。 気流が正門を通過する直後に乱流が発生したり、静道壁に衝突して乱流が発生することによって、その性質が形成される。この時声帯が閉じており振動しないことが、ささやき声の最大の特徴である。この点においてわずかに、声帯振動が起こる息漏れ声とは区別される。一方で、音楽などにおける、いわゆるウィスパーボイスには、息漏れ声も含む場合がある。 内視鏡や MRI による観察からは、ささやき声発生時には通常発生に比べ、火星体部位が膨らみ、生体を上部から見て、ほぼ覆ってしまうことや、星道の断面積が縮小することが知られている。国際音声記号にはささやき声を特別に記述する記号はないが、無声音化しているので無声化の補助記号が付けられて、D のように記述される場合がある。 痙攣性発生障害のうち、外転筋型と呼ばれるものについては、生体の筋肉が別々に収縮してしまうことによって、ささやき声、息漏れ声しか発生できないケースがある。ありがとうございます。